はい、もう夏が終わって9月に入ってるんですけども、相変わらず、ブラブラしています。山口敏太郎の日本大好き。相変わらずブラブラしてるってどういうことですか？まあ、あれやな、忙しいってこと。右に行ったり左に行ったりするやんか。はい、うん、それはね、要するにだな、はい、何でしょう、我々表現者というのはね、やりたいこととやりたくないことをこう、はい、うん、やりながら妥協しながら生きてるわけですよ。そうですね、うん、で、まあ、どこまで商業ベースで理解できるかな。ここまで商売ではここまでやるけども、プロとしてはここまでやりたくないとかね、そういうことでフラフラしながら僕は生きてるわけですよ。今抱えてる仕事が、山口さんは莫大ですからね。そう、ほんでくだらないことでこういろんなことを制限されるのも大嫌いなんだよね。あ、もうやめたくなる時があるんだよ。どうしたんですか？ネガティブですけれども、いつになくネガティブなんですよ、はい、今日は元気出していきましょう。もう腹が立ってどうしようもないんですよ、はい、あのね、あの、嫌だね、人ってそう思わない？なんかね、もうね、あの、なんかこう、あの、腐った桃みたいだよね。あの、なんて言うんだろうな、あの、毒にも薬にもなるって感じ？はあ、はあ、うん、俺はそんな気がするんだよな、ええ、うん、あ、そういえば、すいません、今日、南部さん喋ってないわけじゃなくて、今日は南部さんお休みですね。ああ、そうです。そうなんですよ。あの、多分気がつかなかった。そうですね。多分聞いてる人、あれ、南部さん今日喋ってないぞって思うと思うんですけど、うん、いつもこんな感じだからね。そんなことないですよ。いつも進行していただいてますけど、実は今日はちょっと東海の方から、あの、お送りしてまして、東海支部ね。東海支部の方で収録してるので、あの、東の海と書く東海ですよね、はい。そうですね。東海しそうな東海支部じゃないからね。え、あくまで東の海と東海支部という、はい、の一室から送ってるんですね。へえ、あ、へえ、すいません、はい、そうですね、楽しくやってますね。はい、どうですか山口さん、今年の夏は全然つまらなかった。俺つまらない、もう仕事しかしてないもん。で、山口さんの人生は仕事イコール遊びと同じじゃないですか。いや、だからね、もう仕事を毎日やるのはいいんだけど、はい、仕事で悪ふざけをしようとするともうどこでも止められちゃう。まあ、悪ふざけが度が過ぎるとそうなっちゃいますよ。下ネタとかね。いや、下ネタとかね、不謹慎な話とか、犯罪者の話とか、はい、そういうのしたいんだよ。うん、じゃあ収録以外にしましょうか。いや、収録でするから、はい、アーティストやなってことなんだ。アーティスト、山口さんアーティストですか？もう人生そのものがアートよ。あの、こう、うん、素敵な螺旋形を描いてるやん。はい、描いてるやん、はい、めっちゃアーティストやろ。違う、そう思ったこと一回もないですね。嘘やん、 あるだろ。いや、全部はみんなそう思ってると思う。いや、あんま思ってない。え、あ、もうそんなところで番組の趣旨を説明させていただいてよろしいでしょうか？どうぞ。はい、止めませんよ、どうぞ、はい、はい、この番組はさまざまな価値観が行き交う現代の国際社会において、改めてこの日本独自のカルチャーや民族学をオカルト研究家山口敏太郎とその仲間たちの目線から見つめ楽しんでいこうというラジオ番組です。なお、この番組はラジオサンキュー愛知北 FM、 FM ビザン、ほか YouTube、 iTunes ストアほかで放送しています。過去の放送は YouTube、 iTunes ストアでご視聴いただけます。噛んでません。何そのハイテンション。何そのハイテンション。俺は噛んでません。俺はもう夏が去っていって、はい、気がついたら秋やね。秋のこの物悲しさを味わった方がいいですか？もう言えて、もうあれはもう腹立ってきたから、ね、すいません、申し訳ありません。じゃあ秋モードでいきましょうか。そのハイテンション何なの？何かいいことがあったの？うん、何もないですよ。ああ、スイカがたわわに実ったとか。スイカは美味しかった。牛田家のスイカが、はい、お父さんありがとうって。お父さん農家じゃないのに最近ブドウまで作り始めてますからね。マニア化したよね。マニア化してますね。お母さんに怒られて、もういい加減にしなさいって。誰が食べんのって。今度はブドウを編集部で送ってください。ぜひ
ぜひ取りに来てください。僕は仕事つぶべでいい加減人生が嫌になっています。あら、羨ましいですね、それは。え？前向きにお願いします。前向きになれるか。過労死寸前じゃん。いやー、ね、でも本当忙しいですから山口さんは。もう徳島は源氏屋敷大好評だったね、はい、そうですね。だから他にないじゃないですか、うん、だって大体がお化けが出てくるお化け屋敷だけれども、うん、徳島の阿波源氏屋敷というのは、うん、幻獣が出てくるっていうので私実際に中入りましたけれども、うん、妖怪と幽魔と気持ち悪いんですよ。気持ち悪い。どうして気持ち悪いの？なんかガサガサみたいな。そう？うん。いや、あのめっちゃ俺あのハエ男とか可愛いと思うけどね。キュートですけれども、ただでも怖いですよね、あんなのが普通に出てきたら。いや俺はほんまなんかこう粘土で作ったうんことか投げながら出てもらいたいなと思ってるぐらいやし。ハエだけにですか。ハエだけにね。うん、南極の怪物だったら口からもう太郎ジロの死骸こうやってガーッと出てもらいたいぐらいやしな。いやもうそれダメですよね。で南極物語で太郎ジロ助けた怪物がガーッていただきました。いやもう子供たちトラウマですよ。トラウマするためにトラウマぐらい食らった方がいいよ、深い傷を残せ子供の頃に。あ、はい、そこが新しいものを生み出す力なんだな。はい、いやでもやっぱり徳島はね最後もちょっと残念な事件がありまして。そうですね、学校のね、まあ、まだ容疑者の段階ですから名前は言いませんけども、はい、まあ、某教育関係者の容疑者が女の子のお尻を触ってしまったと、でまあ逮捕されちゃってニュースになる、全国ネットニュースになってね、はい、ミヤネ屋で思いっきりいじられとったわ。あ、うん、でもおかげででも激励の、ねね、お便りとかたくさん来てツイッターとかいっぱい来てね、はい、で結果的に動員が伸びたから応援してくださる方がね、頑張れ頑張れとね、はい、そうね、それは良かった。だからまさか幻獣屋敷にだね、幻獣出る予定だったけどまさか獣物が出るとは思わなかったね。本当ですね、本当それは思いました。本当腹立って腹立ってな、うん、ほんまムカついた。でも最後までその閉館せずにちゃんと最後までやりきったというのはやっぱり徳島の町の皆さんの心意気とあったかさっていうものだと思うんですけれども、ね、うん、はい、まああと恐怖の細道も、はい、非常に大好評ということで、まだもう続いてますかね、9月23日まで、はい、ロングランということで、あの入れなかった人たち、そう、今穴場ちゃん穴場だいぶ入れるよね。そうです、平日はかなり入りやすいとのことなので、うん、ぜひ行っていただければと思います。楽しんでいただいて、はい、ね、もう失神するなり、はい、狂気乱舞するなり、ええ、楽しんでいただければ、はい、まあ基本ね、うん、まあ、仕事をいただいてることがね嬉しいことなんですけども、はい、まさか南部が死ぬとは思わなかった。死んでませんよね。船橋にいらっしゃいますからね。そう、いや今回私もかなりいろんなお仕事をさせていただいて、怪談ライブ、もちろん口裂け女もそうですけれども、うん、テレビどんなの出たんやったっけ。ガチャガチャ V6。 はい、ガチャガチャ V6 出させていただきましたね。無駄美人ですか。無駄だそうです。無駄に美人だということで。無駄だそうです。うん、無駄って言われてました。で、岡田くんとこう共演と、ね、そうですね、岡田さんモテ、なんかモテないのは分かる気がするって言われました。名誉なことじゃないですか。そうですね、ちょっと象が好きすぎるっていうのを岡田さんにも必要にちょっと言いすぎて、あ、うん、無駄や、あ、無駄やって言われました。無駄やって、はい、吉村さんみたいなね。いや、なんか恐怖の細道の代表の無駄すぎて関西弁になっちゃうっていうコーナーなんですよ、岡田さんの。あ、そういう設定、そういう設定なんですよ。あ、なるほどね、はい、でも、あの、うん、V6 さんの番組に出るやろ、はい、あと2人も出たよ、人気の。ズームインサタで。ズームイン出た。ズームサタ。あれは何で出たんですか。怪談ですね。美人怪談師ですか。いや、ちょっとそれは分からないんですけど。あ、シシドレイちゃんとかなんか。あ、そうですね、はい、シシドさんとかと一緒で、朝のもう爽やかな番組、寝起きですよね、7時の枠で怪談というえげつない怪談を語らせていただいたんですけども。めっちゃあれ、あれ評判良かったよ。あ、そうですか。ありがとうございます。ズームインサタで、はい、あと怪談グランプリですね、山口さんもそうですけど、怪談グランプリ、怪談グランプリ、とにかく田中ちゃんが優勝しましたね、ね、田中くんが、はい、25日放送されましたけど、はいはいはい、おじいちゃん大好きデータで行って、はい、どうですか、何位だったんでしたっけ、宇崎さん。いや、ちょっと
よく覚えてはないですけど。5位だね。いや、4位。ちょっと順位は覚えてないですね。あ、そう。はい。でもすっごく楽しませていただきました。あの、皆さんそれぞれ個性が強くて、ネタもそうですけど、その、なんでしょう、うん。キャラクターとか、あと話し方とかネタとか、みんな何かしら個性が引き立っていて、みんな何か別のもの、うん、なので、何がいいのかっていうのもよくわからないぐらいすごく面白かったんですよ。俺ね、ぶっちゃけ思うやけど、階段の評価ってなんやねんっていうね、ずいぶん悩んでるところがあって、はい、あの優勝した田中君はね、はい、キャラクターがおもろいというのと、はい、仕草のこの裏拍子あこうやっちゃうな、パチャ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 あるやつ、裏拍手、裏拍手な、はい、まああれはあれでええねんけども、はい、これは仕草やろうと、はい、であの雰囲気はキャラやろうと、はいはい、でも話し家さんも仕草でこううまそうにそばを食べるとかね、はい、それも話芸として認められるやん、うん、えこの仕草は怪談なのかなとか、うん、このキャラも怪談なのかなって僕はないわけね、うん、だから俺怪談グランプリはちょっとあの制作会社の社長とかね、はい、放送作家の人とも話をしたんやけど、はい、例えばキャラクター評価部門とかね、はい、話芸評価部門、うん、ストーリー構成評価部門、はい、それからまああれやな、あとまあ仕草とかね、はい、あとまああの雰囲気とかね、うん、まあいろんな例えばフィギュアの芸術展みたいにいろんな審査項目が6つか7つあって、はい、その中で10点満点でちょっとずつつけていくという、うん、採点方法で、であのなるべく一人の人の平均値がこうばらつきあるじゃない、はい、僕は比較的高くつける方なんやけど、はいはい、低くつける人もいらっしゃったりするから、うんうん、そのばらつきがないように審査員の数を増やす、はい、採点項目を増やす、はい、っていうふうにしていかないと、ほんまにおもれもできんのかなという。うん、階段とは何、例えばあの VTR で、はい、事故物件に住んでる芸人さんおったやろ、谷志くん。はいはいはい。彼なんか VTR も OK かどうか。まあでも審査はその VTR の前にやってますからね。そうそうそう。はい、だから、例えば、あれ、もし VTR 流した分も含めて審査したら点数上がってたね、多分。ああ、かもしれないですね。かなり不気味でしたね。でしょ、おかしいでしょ、はい、変な物体映ってるから。うん、ということは、例えばお笑いだったら陣内さんは VTR 使うねん。はい。え、それも和芸なんですね。うん、じゃあ、どこまで OK なの階段って、うん、っていうのをすごい考えたね。うん。だからね、階段って奥が深いなと思って。そうですね。また来年に持ち越しということですかね。来年はね、もっと進化させましょう。はい。と、まあ、企画立案者の僕は言うてるということだね。はい。山口敏太郎の日本大好き。この番組随分長く続いてますけども、お便りを出してない人はぜひ出してください。山口敏太郎の日本大好き。この番組は株式会社トムソン、株式会社フーミー、新運動グループ、サークルプレジャー、ほか各社の協賛でお送りいたします。横浜山口敏太郎オカルト映画大会2013。横浜山口敏太郎オカルト映画大会2013では、作家オカルト研究家の山口敏太郎が独自の視点でセレクトしたオカルトチックな作品を9月15、16日に連日上映します。第1回目の今回はジュリーこと沢田研二さんの特集、ザ・タイガース世界は僕らを待っている、魔界転生、ヒルコ妖怪ハンターの3作品を上映いたします。9月15日には山口敏太郎のトークショーも決定。上映時間など詳しくは横浜シネマジャック&ベティのホームページを見てね。1万5000話以上の怖い話とホラー漫画が無料で読める世界最大の怖い話ウェブサイト、怖話な話や漫画を投稿し、アワードに選ばれれば賞品もゲット。2000人を超える会員が君のとっておきの恐ろしい話を待っている。ひらがなでこわばな、こわばなで検索。こんにちは、山口敏太郎です。毎週月曜日配信中の山口敏太郎のメールマガジン、サイバーアトランティア、闇の勢力の数々の謀略、秘
密結社の陰謀など UFO 宇宙人の真相、未確認生物の正体、世界中で起こる怪奇と不思議を網羅し、その謎を紐解いてるメールマガジンなんですね。ぜひ皆さんフーミーで検索してください。メールマガジンスタンドフーミーで山口敏太郎のサイバーボランティアを申し込んでください。よろしくお願いします。山口敏太郎に聞け。はい、あなたの素朴な疑問にオカルト研究家山口敏太郎がお答えするコーナーです。早速お便りをいただいております、はいはい、ラジオネームマグノリアさんからのお便りです。マグノリア、はい、はじめまして。私は将来映画監督を目指している大学生です。1年以上前から予知能力者に関する脚本を書いているのですが、書籍等でリサーチを行っているもののなかなか客観的な視点に立って書かれたものがなく非常に困っております。山口先生おすすめの書籍もしくはリサーチの方法などを教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします、ということなんですけれども。はい、ちょっとここでですね、今日ゲストがいらっしゃってるので、はい、うん、お呼びしたいと思います。歩く雑誌動く待ち合わせ場所でおなじみの作家中澤武さんです。あ、どうもこんにちは。こんにちは。約8ヶ月ぶりぐらいでこの番組に。あ、本当ですか。はい、だいたい多分そんなもんだと思う。準レギュラーだね。そんなに呼ばれてないですよ。でも4回目ぐらいじゃん。そうですね、まあ多分今回で4回目ですね、はい、結構出てるよ。1回しか出てない。いや3回出てます。3回出てますあれ、あの牛田木さんに僕一生懸命怪獣映画の魅力を語ったじゃないですか。それは覚えてます。それの前に、その前出てる、木下桃花ちゃんの魅力を徹底的に語った回。もうあのせいで俺はね、木下桃花ファンだとみんなに誤解されてる、はい、別にいいじゃないですかいや、はい、山口敏太郎は木下桃花の熱狂的なファンらしいとか、はい、事実ですからね。いい年こいてキモいとかいろいろ書かれてるマグノリアさんからのお便りです、はいはいはい、もう一度いいですか、はい、映画監督を目指して大学生さんからのお便りなんですけど、はい、どうでしょうか、はい、客観的な視点に映画監督になりたいって相談なのか、客観的な視点の作品を作りたいという相談なのか、どっちなんですか。リサーチ方法とかおすすめの書籍、そういったものはどうやってやってるんでしょう。そんなことが中澤君に分かってもっと面白い映画撮ってるよね。予知能力をテーマにした映画を作りたいなんて僕思ったことがないので、うん、まあでもね、はい、テーマは何にしたとしても、うん、映画を撮るときにどうやって客観的なものを、まあそうですね、審査するかと。まあこの方の場合は自分から予知能力をテーマにした映画を撮りたいっていうことで脚本を書こうとしてるんでしょうけど、まあ自分ももちろん趣味で書いたりもするんですけど、うん、仕事で依頼できた場合っていうのは、うん、こっちがこういうのをやりたいよっていうものを書くわけでは必ずしもないので、そうだね、向こうからこういうご依頼があって、うん、ご要望に合わせたものを作るときにはやっぱり自分の頭の中にあるものでは組み立てられないんで、石森章太郎先生のプロダクションの、はい、例のインドネシアの特撮のヒーローは、はい、どういう感じで来たんですか。あ、そうですね、あのビマサトリアガルーダっていうもう放送中なんですけど、インドネシアで放送されてるヒーロー番組の脚本を11本ぐらい、あの岡秀樹さんっていう方が2人で書いてる。かっこいいんだよね、結構デザインがね、はい、そうですね、はい、で向こうではあのドラえもんが終わった後に放送されてる。すごいですね。インドネシア、ねはい、版仮面ライダーシリーズみたいなもんだよね。まあそうですね、それも等身大ヒーローで、はい、の脚本。インドネシアの方が仮面ライダーやってるんですか。はい、まあ仮面ライダーではないんですけれど、ああいう人間大のヒーローですね。ウルトラマンみたいに大きくないヒーローが、まあ怪人と戦って、でインドネシアの番組なんでヒロインはあの JKT48 の方が演じてくる、ね、はい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 、という番組の脚本を書いたんですけれど。ジャカルタ語で書くんですか。いや、日本語ですね。で翻訳していただく、はい、あ、そうですか。あちらあの僕あの17話以降の脚本を書いたんですけれど、はい、まあ、インドネシアの方のライターさんが書かれた15話までの脚本を翻訳されたものが送られてきて、はい、それを読んでその続きを、まあ、岡秀樹さんという方と2人で一緒に書いたんですけれど。それっていうのはやっぱり向こうの、はい、よ何依頼に応じて書くってこと。まあ依頼に応じてっていうか、まあそうですね、そのある程度のストーリーのプランっていうのはあったので、うんうん、その流れに合わせて今までのキャラクターの設定を崩さないようにして。そうなんだよね、はい、俺なんかもオファーあった時に、はい、こう書きたいと思っても、はい、オファー出してくるとそれとはだいぶ違うんだよ。うーん、だからそれに合わせながら、はい、隠れて自分の味を入れるんだよね。
だからそのやっぱり職人だったらね、はい、オファー通り作る料理を作るんだけど、うんうん、味付けは自分の色を出すというのがそれはプロなんだよね。そのあたりのリサーチとかっていうのはどういうふうに、もう持ってる知識なんですか？いやいや、もう図書館に こもって100冊ぐらい読みますよ。図書館、図書館にこもって読んでこう全部白をコピーするでしょ、はいはい、でもう読みまくるんですよ、うん、あの白読みといって作家で大事な白読みなんですよ、はい、僕なんかもう何百冊もずっとリサーチして、それを全部頭の中で記憶して記憶していって、でそれを頭の中でデータでやりながら、だから覚えられるもんなんですか？僕は得意なんですよ。こうあのクククってあるとデータ忘れない。あの大体1回読んだ本は忘れ、はい、あの1週間残そうっていう時と1日だけ残そうっていう時があって、はい、1週間だけの記憶ってプップップって入れると全部覚えちゃう、はい、でそれを全部時系列直して歴史小説を書く時は全部それでもう空で書いちゃう。もうそれは整頓すればいいっていうことですか？頭の中で。でも勝手にストーリーが進む時あるよね。まあ、周りにですけど、よく言われるキャラクターが勝手に動くっていう、動く勝手に動くんですよね。ちょっと、まあ、勝手に動きすぎて怒られることも理解ができないですね。いや、作家によくあるんだけど、ケツが変わるんですよ、うん、はい、だから映画監督も同じだと思って、こう降ってくる時があるから、降ってくるものを捉えられるかどうかっていうのが大きなポイント。で例えばストーリーでこういう最後のエンディングがこうなるというふうに映画作るでしょ、はい、多分ね、降ってくる時に勝手にストーリーが変わっちゃう時もある、うん、でも小説書いて最後の最後で勝手にストーリー変わる、うん、あれこのままいったらこいつ勝っちゃう、でも勝たす、へえ、だからそれは降ってきたものをそのままアレンジでできるかどうかが映画監督の腕の見せ所なんで、うん、はい、それができないやつは作家監督になれない。なるほど。え、予知能力を扱った映画って何かあるんですかっていうことなんですけど、時をかける少女でしょ。ああ、ゴロちゃん危ないって知ってる？誰予知ですね。あ、もう俺あの辛くなったら時をかける少女のエンディング見るもん。予知能力を扱った映画といえばでもあれじゃないですか、ノストラダムスの大予言、丹波哲郎さんがやったらうるさいことばっかり言う映画、放送禁止になっちゃったね、うん、豆腐を食べたら危ないんだみたいな急に田んぼさんが言いやすい。だからその予知能力に対す、はい、関する脚本書く上でおすすめの書籍は何ですかってことですけど、書籍、はい、でも予知能力にはただどうですかね、長津川すばるの本だよ、同じ事務所だし。ああ、同じ事務所だし。いやでもこのなんていうか、マグノリアさんなんか客観性のある本を求めてるっていう、予知能力者に対して客観性を求めちゃいけないでしょ、うん、客観性のある予知能力の本ってある？みんな自己中心的な本ばっかじゃない？まあ、そうだ、そもそも予知能力って何ですか？未来のことは分かることでもあの芸能界でいる人って大体未来のこと分かるよ、うんうん、勝ち抜けないよ。それってデジャブとは違うんですか？デジャブもそうだよ。あ、この後この人はこう言うんだって大体分かってるんで、そういう能力がないと先は生き残れないよね、はい、あの予言者ってショートレンジの予言者と大予言者がいて、はい、10分先のことは読める人と、はい、10年先5年先は読めるとかね、うんうんうん、2種類あるよね。できますか？分かるときあるよね。なんか歩いてて、あのすれ違う人がいて、はい、あ、この人とはいつか商売するとかね、この人は友達になるっていう予感は絶対あるよ。ああ、そうですね、例えばどうか出版社ですれ違って、はい、あの人は友達になるなと思って何年か後で友達になるとかね。ああ、そうですか。あと引き寄せ、はい、テレビとか見てて神さんに聞いてもらうと分かるんだけど、はい、この仕事欲しい、この番組オファー欲しいって必ず来るもんね。へえ、勘がいいとは違うの？違う違う、なんか嗅覚、匂い、うん、だからやっぱりね、仕事の仲間を選ぶ能力、うん、であとあの、仕事を引き寄せる力、うん、だ目力っていうんだからね、うんうんうん、であのあれあれイービルアイだよね、英語で言うと、うんうん、ね、中田君イービルアイって知ってるでしょ？全くわからないですね。たまに水岡君やってたんじゃないのか。そんな急にイービルアイって言われて妖怪マニアなのに知らないの？わからないです、悪魔の目だよ。あ、はいはい、なるほど。悪魔の目っていうのは、はい、目乞いの術といって、はい、日本語だと目乞いっていうんだよ、うん、目で乞うと、はい、それはこれが欲しいと目見たらそれを必ず手にするやつ、うん、その目乞いの術を使える人たちっていうのは三家衆とか、はい、ササラ衆とか、うん、あの常民じゃない人たちがいるんでね、はい、山で生きてる人とかね、フリーランスの人とか、うん、そういう首脳交渉から外れた人たちで目乞いの術を使う、はい、で俺もその目乞いの術を調べてすごいやってる。目乞いの術っていうのはこの舞台に俺は絶対上がるとかね、はい、この番組に絶対行くっていうふうにじーっとね念じる、
山口さん結構言霊じゃないですけど、山口さんが言ったことで結構実現することとかあるので、その時に山口さんに言われた時には、いやそれはちょっと無理じゃないかなと思うことも1年くらい経ってると実現してたりするので、すごい、それはなんか、ああすごい、やっぱそのあたり信じててよかったなって思うことは、名刺に貼ったりで取引先特番書店で昔書いてたら、はい、取引ないのに、はい、本当に特番書店からアトランティアとかいっぱい来られてたんだけど、あと大宮の妖怪本舗にテレビでおなじみのなんて書かれちゃって、はい、あの看板の親父がふざけて冷やかして書いちゃって、山口敏太郎先生のって書いちゃって、はい、うわこんなの書いて恥ずかしいじゃんと思ってたら、本当にテレビにいっぱい出るような、その後大月さんをを論破したことが評価されて、はい、あっという間に年間50本60本来るようになったんだよね。そうですか。だからやっぱりその言葉が力になるってことあるから、うん、映画監督に絶対なると思い込む力があればなれる、ね、思い込む力だから中澤君絶対そう思ってたんでしょ、うん、まあそうですね、僕はあの作家になるぞ、もう幼稚園の頃から将来は作家になるって言ってたんで、だってどう見たってなれそうもないのに、はい、いやいやいや思い込みの力だけでなっちゃったんだよね。いやいやそうわかんないですけど作家になれそうもないっていうのもよくわからないんですけど、まあ、いやだから、はい、なれると思い込む人がなるんだよ。まあでもそれはそういうことなんですよ。そうなんですよね、やっぱり、うん、俺は絵描きになる、俺はプロレスラーになると思い込んだ人がなる。まあ、芸能人の人って例えば女優さんとか、まあ、アイドルの方とかっていうのは、うん、あの場合によってはスカウトっていう、あの目指してたわけじゃないけどたまたまそういう運命に巻き込まれてなる方もいると思うんですけど、うん、作家さんって、うん、たまたまなるってことは確実に可能性ゼロじゃないですか。たまたまならない、ね、うん、たまたまスカウトされるってことはありえないですよ。ありえない、たまたま受賞なんてないから、やっぱりなろうと思って作家になる、はい、だからやっぱり引き寄せの力、思い込みの力だね。その力が弱い人はなれないんです。念じるってことですか。そうなるように念じるってことですかね。強く思うってことですか。約束の丘に自分は必ずたどり着けるはずだと思う。そっか。いつか約束の丘にたどり着いてそこで俺は死ぬんだと思う。その日まで戦うだのみですよ。うん、前向きに仕事に挑む。佐野元春を聞きながらね。そうなんですか。あんまイメージがなかった。佐野元春を聞いてる。ピンとこなかった。山口さんの運転してる車はよく乗せてもらいますけど、いつもアニソンばっかり聞いてますよね。今日だってドラゴンボールか。そうですね、ドラゴンボールですよ。佐野元春一回もかからなかったです。胸熱になる時あるドラゴンボール胸が熱くなる時ある。いやそれはすごいわかります。ドラゴンボール第1回高校1年の時始まった時ワクワクして読んで、はい、1ページ目切り取ってしまう。高校1年の時に始まったんですか。世代の差をすごい感じますね。小学生ですよね。僕も小学生でした。高校生でした。下敷きに入れてました1ページ目が。あ、もうそんなに衝撃的だったんですか。ドラゴンだって鳥山明先生、あの新井ちゃんのファンだったから、あ中学時代新井ちゃん読んでてね、はい、中学時代新井ちゃん。そうだね、幼稚園。あられちゃんは僕だってドラゴンボールの方が先に知ったぐらいでしたからね。自分俺だけジジイ扱い。まあしょうがないですよ、これは世代の差というものがやはり。いやでも、はい、そうだよ。だからあれは俺は楽しみに見て待ってたやつだけどね、はい、だからやっぱりその思い込まないとダメさ。そうです、ね、あのワンピースじゃないんだけど、やっぱりなんだろう、うん、やっぱり自分が、うん、なんて言うんだろうな、海賊王になるって、うん、ピはね、ルフィが言ってるけど、うん、俺ルフィが言う前から俺は妖怪王になるって言ってるからね。でもたまに思い込みが激しいだけのバカもいっぱいいます。あ、だからね、それはね絶対お前なれないぞって言うんですけどね。それはいますね。それはあれだよ、はい、それはね、思い込みと同時に自由度を吐く努力なんですよね、はい、あそれはもちろんそうだと思います。失神するまで、はい、あのやられたダメじゃん。で、例えばブログにしても、はい、ツイッターにしても全部自分のファンには全部ほぼ 100% 返す。まあ今忙しくても俺8割ぐらい返してるからね、うん、絶対接点があったら全部ファンにしてやる、うん、1日100人ファンを作るぐらいの気持ちでやらないとメジャーには上がれないし、うん、で絶対面白いものを撮るのはいろんな本を読まないといけないでしょ。いまだに俺月間30冊ぐらい本読んでるし、雑誌とか新聞無数に読んでるし、ね、だから本当にその合間、ちょっとした合間に必ず山口さんは本を読んでるんですよね、うん、だからそのなんでしょう、ちょっとお昼寝をできる時間とかではなくて、その時間はその頭に知識を詰め込む時間というか、もうそれが山口さんの人生の一部になってるなというふうに思うので、うん、ぜひそのマグノリアさんも、はい、もういろんな本をこう読んでいただいて、ただそのリサーチ方法と、あとその入手するのが大変だった資料などは
とか本にこだわらなくてもいいのかもしれないですけどね。ネットでもいいよね。あと人でもいいし、そうですね、人が結構、あ、はい、なるほど。自分例えばそのヒーローもの脚本を書くときは、うん、はい、とにかくヒーローものが好きだっていう人に、うん、もう電話をしたり、うん、ちょっと会って話付き合ってくれって言って、とにかくどういうとこがかっこいいのかとかっていうのもすごい聞いたりとか、うんうん、やっぱり人間なんか情報って人間から教えられること多いよね、はい、うん、だからやっぱり人といろんな人と接触していろんな話を聞く、うん、で本をいっぱい読む、はい、そんな感じかな、はい、うん、なんて真面目な回答。山口敏太郎の日本大好き、ただいま三河安城駅を帝国通り通過いたしました。気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、テニス、ダーツ、ライブから楽しい飲み会までいろいろ、見学者大歓迎。一度きりの人生だから好きなことやってたくさんの仲間とワイワイやろう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。iPhone 無料アプリ、オカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか。山口敏太郎の日本大好き、または日本敏太郎の山口大好き、教えて千賀先生。あなたのお悩みを千賀先生が熱心に聞き優しく解決するコーナーです。前回引田さんにお答えいただいた質問なのですが、改めて千賀先生に答えていただきます。はい、ラジオネーム匿名希望さんからのお便りです。はい、23歳のイベント会社に勤める女性です。はい、会社で同期入社の男性2歳年上と現在交際しています。はい、最初は部署が違ったのですが、今年に入り彼は私の所属グループに転属してきました。はい、最初はとても嬉しかったのですが、はい、その際私がグループリーダー、彼はその下につく形になってしまいました。会社では社内恋愛禁止なので周りに悟られないように頑張っていたのですが、彼とはプライベートと仕事の両方で顔を合わせる機会が多くなりすぎて徐々に関係が崩れていくようになりました。あ、結果的に彼からまた配置換えになるまで一回離れたいと別れ話をされてしまいました。はい、以前からも年上ということでいろいろと面倒を見てもらっていたのですが、今年から逆に私がいろいろ教えることになり、関係が逆転したのもプライドが傷ついて辛かったんだと思います。私はどうしたらいいのでしょうか、教えて千賀先生。わかりませんちょっと助っ人呼んでもいいですか。はいはい、誰でしょうか。はい、クリリン、あ、違う。クリリン来たら私本当に、ね、あのクリリンとオナニーした男ならすぐ帰ってもらいました、はい、はい、では、今日またこちらのコーナーでゲストをお呼びしております、はい、野中ひゆさんにお越しいただいております。はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ひゆちゃん、自己紹介をお願いします。なんか特殊メイクとかいろいろしながらですね、ふらふらアーティスト活動してます、野中ひゆと申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ひゆちゃん初めてですよね。初めまして。日本大好きは、はい、はい、初めてなんや。初めて、初めてやったっけこの番組。そうですよ。そうなんや。中澤の番組出て中澤めっちゃ打ちしたんだったっけこの前。そうですね、闇打ちしましたもう帰ってもらいましたけどね、今日は。あ、そう、はい、そうか、三木のり平師匠に帰っていただきましたか。ちょっとよく分かんない分かんない、はい、俺思うねんけど、はい、恋愛の相談をこの番組にしてくるなやと思わん。いや、ね、いいと思いますよ。そう、いいと思います。何を求めてんの俺ね。え、いや、優しい言葉。山口さんじゃなくてこのコーナー私に聞いてますから。千賀先生に。はい、まあ、でも全然わからないでしょ私が聞きたいわと思って、うん、じゃあ結論は何なの。ひゆちゃんどないしたんやろ。いや、結論難しいですよね。でも、まあ、男の子は年上な。でも彼は配属側になるまで一回離れたいってことは彼の中ではもう終わってる。
終わってるよ絶対。そうやわ、一回離れたいイコールもう一度くっつくってことあるんですか、うん、恋愛において。ありあ、まあでもあるけどな、あるけど可能性は低いと思うね。ですよね。なあ、ね、それはそういうふうに一応言うてるけども、うん、同じ職場やから言うてるけども、うん、やっぱり気持ちが違うとこ言ってる。私もし逆にその男の人の立場だったら一回離れたいっていう言葉、あでもそれ女だからかな、女の子って多分一回離れたいイコールさようならだと思うんですよ。あそりゃそうだ、うん、女の子、女の子って別れたいってはっきり言わずに結構、うん、少し距離を置きましょうとか言って言う人が多いような気しません？相手のプライド傷つけないために言うかもしれない。いや男もでも一回距離を置こうっていうのは相手に対する配慮やから、はい、まあ半分も分かんないよね。でも同期で年上の年上でやっぱり自分の彼女が上司、うん、上司ってなっていろいろこうして愛してって教えられるとなるとやっぱりちょっと自分の彼女に何とかしてくれる何とかくんとか言われるきついです。むっちゃめちゃムカつくやん。そもそもなんで社内恋愛をしてしまったのかっていう点なんですよね。それは目の前に美味しいリンゴがあったら食べるんですよ。一応禁止じゃないですか。禁止って言われても好きになっちゃうもの好きになっちゃうの。禁止ほど燃えるやろ。そうかな。そのプリン食べてあかんでって、うわプリン食べたいとかなるんじゃん。いやなんかそういうのってめんどくさくないですか。いやめんどくさいけど。いやでもドキドキはすると思う。それで、うん、万が一将来につながることを考えると、うん、そのめんどくさい過程いらないじゃないですか。いやそのなめんどくさいのがおもろいね、うん、社内恋愛ってちょっと待ってください、ね、会社で恋愛禁止とか社内恋愛禁止ってあるんですか。我が社そうですよ。そうだったんですか。知らなかった。だってそんなん嫌やん。もうなんか誰と誰が別れてなんか揉めてますから。あそうか、社内恋愛ってことはうちの事務所内でってことだから別に、うんうん、外部の人だったらいいってことなんですか。そういうことですよ。だから社内で例えばタレント同士付き合うとか、うん、事務員同士付き合うのは基本原則ダメですよ。うんうんうん、もし発覚したら僕はどっちかを辞めさすしかないのかな。なんでかというと、例えば別れた後に、うん、あの現場社長ダメですよあの子とあの人とかね、はい、何それって、そんな仕事モードにそんな持ち込まんといてほしいわみたいな。それはでもうちじゃないですか、うん、普通の会社ってあるんですか。普通の会社多いよ。俺巻いた会日は普通の会社ってうち普通じゃないみたいな。普通じゃない。あごめん普通じゃないって。すいません。うん、でも会社はね、あのやっぱり組織ですから、利益追求の組織集団の中で恋愛をやるというのは、はい、新選組のご法度に触れますよね。ああ、うん、内首だ。局内で、はい、あのホモ行為を禁止していたじゃないですか。局中法度。ね、あの、はい、やっぱりね、同じことですよ。あの利益追求の集団の中で、はい、色恋沙汰。お前舐めてんのか、みんなが戦闘状態で戦ってるのに。そっか。そういうのは外でやれよと。うん、いうのが俺の考え方だね。まあでもこのお二人が、うん、まあ仕事で出さなくってお家に帰ってからとかだったらいいですけど、うん、職場でキャーッとかやられたら私はちょっと嫌だなとは思いますけど、そういうのはえへーとかこれそうえへーって何ですか。こくすぐったい。殴っちゃった山口さん。殴っちゃった。すいません、また殴ってしまいました。あのだからもう中澤がちょっとうちの若者の手がさ殺す。そりゃそうですよ。ダメダメとかダメです。ダメなんだ。そりゃダメですよ。そりゃもう中澤さんダメですね。ダメですね。いやもうもちろん、はい、いやまあ嫁にして嫁が引退するんだったらいいけどね。あそういうことだよ。俺は俺としてはきちんとルールを守った上での恋愛だったらいいということですか。どっちかが引退してまで結婚するんだったら俺は止めはせんけどね、うん、じゃあ話戻りますけど、この二人はどうなると思いますか。さあどうなるんでしょうね、うん、そうですね。結論そもそもスタートがおかしいっていうことでしょ。スタートがおかしい。禁止されてることをやる方がおかしいやろ。そうなんですよ。こういうことがあるかもしれないっていう。あ、そうやな。分かっとった。分かってるじゃないですか。分からなかったんじゃない。そんなに夢中になるんだったら、うん、簡単に転職してしまえばいいですよ。転職する。本当に。じゃあもう匿名希望さんは転職するしかないんですか。私はそう思いますけど、ね、でも転職したらと男は帰ってこうかもしれないね。そうなんですよね。だからそこまでに至るまでに何かいろいろ接点があったと思うんですよ。あ、そっか。こういう風になってしまう前に。そう。その時にいろいろ話し合いをしたりとか、例えば会社内で、うん、まあ、演じる、うん、
私は今日は上司を演じるから部下を演じてくれっていうのをうちうち話してて、今日私の上司っぷりどうだったみたいな冗談で生きるような仲だったらいいなと思うんですけど、そういうプレイ、そういうプレイに持っていく、そういうプレイに持っていくんですよ。なんで2回言ったんだろうちゃんと言うとかなんか、そのプレイ気持ちいいか、いやわかんないですけどただなんか、ね、自分だけにしか見せてない姿なんだよって言われると相手もコロッといく可能性はある。ああそういうことか。でもこの場合って男性よりも女性の方が仕事ができたっていうことなんですよね、きっと上司になったっていうこと、そういうことなんですか。そういうことなんですよ、キャリア志向の女性でなんとかやってくれるみたいな。だからそんなヒューズちゃんが言うその演技しても傷つくばかりじゃないですかね、逆に。あだからちょっとした人間って多分ド M とド S っていないと思うんですよ、うん、基本ノーマルなんで、うん、なんで会社では M に持っていて男性側が、うん、で家ではちょっと S を演じるとかそういう感じでちょっとバランス取ったらいいんじゃないかなっていう、うん、ちょっとそういうことかな、よくわかんないと思って演技面白いと思うんですよ逆に、シナリオ書いてとかみたいな、周りみんな騙せてるなみたいな感じの方が面白くないですか。結論じゃ あのこの女の子が転職してそれであれじゃあもう一回されチャレンジしてもう一回付き合ってって言われて赤なんだまた違う男見つけなはれっていうことやな。そうですね、キャリアもあるんで、うん、でもこんなしょうもないことで言う男を諦めて違う男作ったらええんじゃん、ね、結論。うん、じゃあ結論はどうするんですかこれは。結論は、うん、いやこれ本気な答えだと、うん、別れた方がいいと思います私は、うん、やっぱり、うん、本当に支えたいとか本当に好きだったら、うん、こんなこと言わないなって思います、うん、そうね、いやそもそも女の年上なのに女の風下に立って部下になるような力量がない男と別れるべきであるという俺は結論よね、うんうん、軍曹殿どうでしょうか。あそこに軍曹殿いや帰ったはずなのにな亡霊が見える。いやでもそれは思います、その力量というよりもやっぱりそのことで離れたいって言うんだったら、うん、女の子は仕事を頑張るべき、そしたらもっと素敵な人に出会えるんじゃないかなと私は、うん、まあそういうことだな、思いますけれどもどうでしょうか。その通りだと思う。はい、これをバネに頑張ってもらった方がいいような気もする、ね、もっと仕事頑張ってって私は思いますけどね、はい、もっといいところに行って、うん、でもそうやな、はい、かっこいい女性になってほしいな。うん、もう山口敏太郎の日本大好き、タイも好き、ゾウさんも好き、肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階健康プラザ新運へどうぞ。電話番号 03-3597-8755、 営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。山口敏太郎の日本大好き。痛い、カラス指。うん、夏が終わってね、はい、僕はもうフラフラですからね、早く閉めちゃいましょう。何を閉めるんですか、ね、あの話題を。お店話題を。あ、話題を、はい、うん、まあ来年の夏に向けて、うん、長い長い冬眠。でも、うん、この夏が終わってこの激動の夏が終わったけれども、うん、夏が終わったとともにまた始まる準備期間というかもう新たに始まるじゃないですか。一番自分が仕事がなくなるとか言ってなんか弱ってるじゃん仕事をたくさんしたらもう死ぬまで仕事していたいです。あ、昔話だったら。え、昔話、俺昔話の本読んでて、はい、昔話ってすごいやっぱ深いわ、はい、階段の新しい技で牛田紀仙から昔話っていうの、その喋り方意味わかんないでも各ライブ会場でその土地にまつわる昔話今ちょっとやらせていただいてるんですよ。川崎にまつわる話とか。そうすると子供向けで、はい、牛田紀仙姉さんの昔話昔昔ってあるでしょちょっとよくわからないです誰の真似ですか
誰のマネでもない。誰のマネでもない。あ、でも昔話。軍曹殿のマネです。はい、わかりました。まあ、昔話も伝説もいろいろとやっていきたいんですけれども、はい、今日ですね、また最後に、今日すごいですね、3人目のゲストがいらっしゃいます。ねね、今日は東海支部で、収録ということで、はい、森富舞さんにお越しいただいております。こんにちは、森富舞です。森富舞じゃなくて。森富舞です。前回出させてもらった時に、もうすごい、はい、緊張して、そうですね、声が跳ねたんですよね。俺愛知県と徳島県パサパサになって、そう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 。今も若干パサパサですけど、あまりの前半の濃さに最後私でいいんだろうかっていう。大丈夫です。すごいですね。大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？あの森富舞ちゃんはこう見えて、はい、意外とね、押しがきつかったり、隙見てスッと相手のこう懐に入ろうとしたり、なかなかこう狡猾なところがある。狡猾。いきなり感じ悪いですね。とても柔らかな雰囲気のすごく。俺は弱ってる時にいろんな条件聞いてくるからね。スパルタってことですね。いや、だからレポーター向きなんですよ。ああ、そうですね。あの役者さんですけど、うん、レポーターでスッとこう入っていくのが一番向いてるのかな。はい、俺はね、はい、割といろんなきついところでもずっとニコニコしながら、うん、やんわりとクッと懐に入るのが前から、はい、とフォローしてもらうと大変なことになるからね。はい、エンディングなんですけれども、はいはい、森富舞さん交えてちょっと、はい、懐かしいコーナーというか、今までずいぶん前にやっていたコーナーを復活ということなんですけども、はい、いつお便りが来ておりますので、はい、ここで読ませていただきたいと思います、はいはいはい、これは私が高校生の頃に通っていた教会にいたおじさんから聞いたお話です。そのおじさんは霊体験が多く、うん、いろんな体験を語ってくれました、うん、そのおじさんはある日道ですれ違った男性にそろそろお迎えだよという声をかけられたそうです。お迎え？もちろんおじさんはキリスト教なのでキリストが呼びに来るまで行かないよと返事をしました。その言葉を聞いた男はと舌打ちをしてその場を立ち去ったそうです。ですがその後おじさんは心臓発作で入院してしまいました。幸いおじさんは一命を取り留めたのですが、うん、あの男の言葉が今も気になっているそうです。あの男は死神だったのでしょうか。怖い。頼りです。死神かね。え、死神とかいるんですか。いるよ、見た人っていっぱいいるもんね。本当ですか。あの映画の淀川永春先生とか、はいはい、お母さんが死んでる時になんか四隅に死神いたんだって。四隅だんだん迫ってくるんだって。4人いたってことですか。まあそういうことだよね。そうだよね。うん、四隅にそうだよね。それでね、あの取引をしましょうと、私の寿命をあげるからその分あげた分だけお母さん生かしてくれていたら、それはスーッと消えたんだよ。わー。あげた日数だ後に死んじゃったと。なるほど。ああ、こんなことなら1年2年あげればよかったと本人は後悔した。なんかあれですね、ろうそくのやつを切ったら短くなっちゃったみたいな、うん、ああ落語であるね。ああいうやつみたいですね。これ黒柳徹子さんも見てるからね、実在するんじゃないの。私、うん、つい最近なんですけど、もう1ヶ月経ってないんですけど、うん、似たようなことがあって、うん、ある道路を、私よく自転車に乗ってるんですけど、自転車でこうスーッと通ってたら、向かい側から老人、うん、おじいちゃんとも言えない、多分おばあちゃん、いやそうじゃなくて70代くらいのおじいさんだけ、うん、まだ少し若めの方が自転車で、はい、こう向かってくるんですよ、うん、で信号があって赤に変わったんで、私その信号の手前で自転車を止めて待ってたんですね、うん、そのおじいちゃんその信号の向こう側にいて、うん、ゆっくりすごいずいぶんゆっくりこっち近づいてくるんですよ、うん、でもう私もな見るとこないんで、そのおじいちゃんじっと見てたんですけれども、うん、そしたらおじいちゃんがスーッとそのまま赤信号なのに渡ってきたんですね、うん、であ危ないなこのおじいちゃんと思ったんですよ、うん、でえ危ないって思ったら、突然おじいちゃんが私のことじっと見てピッと指さすんですよ、うん、人差し指で、うん、私の顔思いっきりピッて指さして、うん、じっと見てるんですね。でえ何この人って思ったんですね。でその私に指さしてるその人差し指を今度信号の方にビッて向けたんですね。で、うん、自分のそのおじいちゃんの後ろの方、うん、っていうか真上の方に向かってピッて向けたんで、うん、あ、青になったよ、もう渡んなよってことを教えてくれたんだなと思ったんですね、うん、
で自転車を発進させた瞬間プーって言われて、うん、目の前に車があったんですよ、うん、でえって見たら赤信号だったんですよ、うん、でな何っていうことじゃないですか、うん、でもうもろに目が合っててものすごい形相なんですよ、うん、ただ本当に勇気がなくて振り返ることができなかったんですよ、怖くて、うん、だから何だったのかも、そのおじいちゃんが生きてるのか生きてないのかも今はっきりわからないっていうか、そのくらい怖かったです。単に事故にこう事故を誘発させるやばいおじいさんってこともあるわけね。そうですね、だから人間なのか、うん、それとも死神なのかっていうのはもうわからないくらいがする、ね、霊能者の人に聞くと死んだ人の何万人かに一人ぐらいで、はい、あんた今日から死神やってって頼まれる人がいるみたいな、その人は死んだ人をこう連れてくるのが仕事みたいな。連れて行かれそうになったってことですね、私も危うく、うん、そう、うーん、なんかつなぐの逆バージョンみたいですね。ああ映画だったね。でもこれ行かなきゃいいんじゃない、ねね、そういうことですか。そうだから迎えに来ましたって言ったら、はい、結構です、あの行きませんって言う、はっきり断る。昔の本読んでたら接待するんだってね、うん、死神が来るでしょ、はい、死にかかってる人の玄関でごちそう並べといて死神様って書いてると、うんうん、死神食べちゃうんだって、はい、で、はあ、食べちゃったしこの人殺さなきゃいかねえなと思って似た名前の人連れてくるらしい。うわすごい人間臭いですね、うん、死神を。そうそうそう、でもそれは自分の身代わりの人の名前を書かなきゃいけない。いや通帳変えるみたいな死神。そういう話、死神が変えるんですか。死神が困った、これ中澤武史で殺しに来たけどダメだな、じゃあ中澤は敦司にしようとか言って帰るみたいな、へで連れていくみたいな話が残ってるよね、伝説で。伝説だから死神って言い方に元人間だから、そっか、賄賂に弱いらしい。うわ面白い。結構なんていうか、うん、単純ではないかもしれないですけど、うん、そんな何かお供え物とかで俺もう買収する準備できてるもん。え山口さん迎えに行きましたって言われたら、はい、お前の生前の名前教えて、お前の遺族を助けてやるから、はい、バーターで取引しようぜ。バーターで取引はするんですか、死神さんと。うん、それであと10年ちょうだいと。そのからお前の遺族を助けてやるからさ。そしたら多分落ちると思う。オッケーって。うん、いいじゃん、ね。ちょっと上と寝ごってよ、みたいな。俺はそうやってやればいいって話だね。いや、なんか死神怖くなくなってきたな。そうですね、割と身近な存在になったって。ちょっとバイキンマン的な、うん、ああちょっとね、元人間さんですからね。バイキンマンちょっと人間じゃなかったかもしれない。情が通じます。うーん、そうか、まあだから死神が来ても、はい、いやいやって言えばいいのね。わかりました。じゃあそういうことにしておいておきますか。はい、軍曹殿、告知、告知ですか。はい、山口さん、はい、僕はですね TO エンターテインメントで呪い面というのが、はい、Amazon のベスト10に入りましたけども。あ、すごいですね。初めて入りました。いや面白かったですもん、山口少年の話。なんかちょっと文学的な匂いもしたでしょ、はい、そうです。なんかその怖いっていう話よりもなんか一緒に山口さんと冒険してタイムスリップして少年、一緒にその少年の仲間たちと遊んでるようなそんな気持ちになったんで、すごく面白かったです。ちょっと幻想的な話でね、はい、あれは続編が、ね、出る予定です。あー本当ですか。だからまあ呪い面をまず読んでない人はまず読んで。呪い面ってだって完結してないじゃないですか。完結してないですからね。ガリガリガリクソン君がかぶっちゃいましたもんね。あと新耳袋の中山さんもかぶっちゃいました、ね、なんてことをしてくれるんですか。今後彼ら2人の行方が注目されますね。ミキ・ライオンさんがなんかおっしゃってましたけれども、ええ、うん、なんかテレビの撮影した機材の全ての液晶が壊れたって先ほどおっしゃってました。え、おっしゃってた？はい、Facebook で。嘘、マジで？で、その液晶が全て壊れて、ミキさんと息子さんのみんな液晶がダメになっちゃった。え、なんでそんなこと？だからその撮ったその画像全部今消してくださいっていうようなことを Facebook に上がってました。え、その関係者に？何のテレビ？その呪い面の取材のテレビですよ。え、取材のテレビなんて入ってる？ガリガリガリクソンさんたちの。あのライブの取材でしょ。ああ、じゃあそれのことですかね。その取材の液晶がみんなやられたの。あ、みたいです。そんなの大変だよ。ちょっとまた始まってますね、呪い面兄さんの暴走が。はい、大変だね。はい、吉田さんより先輩だからね、うちの事務所の呪い面です。大先輩ですよね。え、いやだからまたこの9月放送してる今また別の展開になってる可能性もありますからね。そういえば中澤が呪い面で帰ってこいって言ってたね。
言ってないんですいたんだまだ僕は呪い姫様には関わらないです。そうですか、はい、勝負してみたら、はい、もう絶対関わらないです。関わらないです、関わらないです。じゃあ私告知をはい、はいはい、すいません。私また今月9月14日に戦火会談第6夜開催いたします。浅草で久しぶりに1ヶ月ぶりにやります。千秋楽ではありません、うん、まだその前夜ね、はい、前夜なので、マルベルドスタジオの方で第6夜開催いたしますので、ぜひこれは見逃せないです。はい、お越しくださいませ。開演前に野中比喩、中澤武史、そして草木女、はい、そしてついに牛田木戦火のプロマイドも発売されまして、素顔が牛田木戦火と草木女の姉妹で今両方で売り出していただいてますので、そちらもぜひマルベルドさん、変身前変身後みたいな、変変身あ、はい、以上です。私はあ、そうです、はい、はい、じゃあ森田さん、はい、私はですね、岐阜なんですけども、はい、はい、前回5月に先ほど出ていらっしゃいました中澤さんの原作でやらせていただいた初恋芸人で、普段ね、そうです、レギュラーの南部さんに出演していただいたやつの、うんうん、で、ご好評につき、なんでこんなにたどたどしいんだろう、ご好評につき第2弾を今度10月にやらせていただくことになりました、うん、こちらですね、森と今井の長良川夢芝居第2弾は三方一両得したいと、まあ、落語を若干もじったような喜劇を、うん、江戸時代は舞台にやりたいと思いますので、うん、こちらはですね、岐阜市の円徳寺で10月26、27、28、すべて19時半から開演でやらせていただきます、はい、ぜひ皆さんお越しくださいませ。はい、ありがとうございます。初恋芸人はまた東京でいずれ、はい、ぜひその話も徐々に進行しております。はい、その時は中澤武史君が立ち会って東京公演を、緊張しますご本人が、はい、ね、泣ける芝居を見てくださいという、はい、じゃあそんな中澤さんの口は、はい、帰ってなかったんで、あ、いたんですか、ずっといました、はいはい、すいません、はい、そうですね、自分は脚本家として書きました映画、燃える仏像人間がしぶとくロングランが上映続いてまして、うん、おすごいですね、この映画もう公開が、僕が、分かんないのどうかと思うので5月か6月だったはずなんですけれど、公開どっちだったか、うん、そうですね、まだ全国回ってまして、山口さんの現住屋敷やられてる徳島の映画館でもやってたんですけれど、この間聞いてびっくりしたのは、徳島って映画館が2館しかないと、そうそう、みんな気にして2館しか映画館がないのに1館で燃える仏像人間をやっていただくと非常に素晴らしい、徳島市民としてはですね、燃える仏像人間はメジャー作品で、いやいや、ありがたいです、ありがたいことで、ぜひ燃える仏像人間、はい、9月といえば、はい、ジャック&ベティでもやるでしょ。あ、そうですね、はい、横浜の、はい、山口敏太郎さんが映画祭の企画をやられる映画館でまた燃える仏像人間が関東に戻ってまいりまして、好評につき、すごいですね、なかなかしぶといファンの方に支えていただき、しぶとい、まあ根強いファンの方に支えていただきまして、はい、やっぱり人を選ぶ映画かもしれないんですけれど、熱狂的に支持されているカルト映画化してるかなと、私と一体化しないかねとかね、そういう映画ですね。いいね、あと、この番組はきっと世界中の方が聞いていると思うので、はい、インドネシアで放送しています、ね、ビマ・サトリア・ガルーダも、ぜひぜひ、インドネシア人の方はぜひ見ていただいてですね、インドネシアで日本の仮面ライダーのようにシリーズがどんどん続いていくように、はい、ぜひビマを応援。ジャカルタは可愛いな、可愛いですよ、びっくりじゃない、美人の、僕も一回現場見学に行きたいなと思ってるんですけど、何せジャカルタはちょっと遠いなっていう、あ、俺忘れた、だからジャック&ベティで9月で沢田研二オカルト映画祭って、僕がプロデュースであるんですよ、オカルト大会ですよね、オカルト大会、はい、それはもうあれですか、ジュリーの魔界転生、はい、妖怪ハンターヒルコ、ヒルコタイガース時代の地球が僕が待っている、はい、3部作がありますので、ジャック&ベティに来てもらいたいと、ヒルコ劇場で見たいですね、はい、あ、14、15かな、9月14、15で、はい、ジャック&ベティ、はい、はい、最後、野中ひゆちゃん、私はですね、一応そのパピレスの電子カシコンっていうレンタっていうサイトがあるんですけど、はい、そこから一応初写真集を出させていただいてます、はい、はい、ちょっと私の普段の活動からはちょっと見れない、うん、いい感じの写真になってます、はい、はい、普段は見れない、普段は見れない、普段は見れないと思うな、はい、はい、幻想列車だったっけ、幻想列車、タイトルやなと俺がつけたか違う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 、そうですか、以上で大丈夫ですか、はい、はい、あと私と
野中ひゆちゃんと森富舞ちゃん3人とも実は口先女の兄弟がいるんですよ。え、そうなんですか。はい、各、3人とも兄弟がいまして、9月23日まで柳瀬の恐怖の細道で出没することもあるとかないとかということなので、そちらも、どうぞよろしくお願いいたします。そう、ね、最後、はい、ちょっと今年も夏の見納めということ、はい、そうですね、ぜひ来ていただいて、はい、口先女姉さんたちに追っかけ回されてくださいということですね、はい、トラウマになってくださいということですね。はい、それはいいですね。はいはい、では、各コーナーにですね、お便り、あとはいろいろとご意見などもお寄せいただければと思いますので、中澤軍曹に聞けとか、それいらないですね。僕レギュラーでも何でもないです。一応準レギュラーでしょ、はい、じゃあもっと呼んでください番組。はい、ではお便り用アドレス、こちらまでどしどしお寄せください。nippondaisuki2005@yahoo.co.jp 日本大好き2005まで本当にどしどしお便りお寄せください。本当に送ってね。ムーンってひどい。そうですね、恥ずかしがらずにどんどん送っていただければと思います。何でもいいですよね。はい、何でもいいです。ツイッターの方でも、ね、いいですし、こちらのアドレスでもどちらでもいいので、ひゆちゃん優しくしてコーナーで、おー、どんどんレギュラーじゃない人のコーナー作ってもらおうかと思うんですけれどね。あの藤崎さんや南部さんのコーナーをどんどん充実させてた方がいいと思うんですけど、だいぶ飽きてきたからね。そうですね、そうですね、飽きましたね。いろんなそんなの作らなきゃね。マユ、ま、ちゃん、どうぞ今日雨ですかっていうコーナー作る。何ですか、今日雨ですか。どんなやりとりをするか。お天気お姉さん。なるほど。また来週かな。来週、来週、そうなの。あ、再来週ぐらいでしょ。はい、またじゃあ次回の放送で会いましょう。お会いしましょう。さよなら。さよなら。でもない Don't you know We are the G-Sweeping We are the G-Sweeping また今夜も街が